はい、こんにちは。ビザールプランツラボラトリーです。今日は、ビカクシダ、その中でもグランデって種類、話させてもらおうかなと思ってます。実はこれ先週あたり、グランデ買ってきて、これちょっと安く売ってたなと思って、それですぐ買って、板付けにしたんですね。でこれ周り、今ビニールで覆っている状態で、あんまり乾かないようにしてるんですけど、ちょっとこれ外しちゃいますね、今ね、説明するので。はい、ちょっと今こういう状態で、どうですかね、20センチぐらいの幅の板、これ普通のもう DIY に売ってる、普通の板なんですけど、そこに後で かけられるようにここに穴開けてあって、この真ん中にセッティングしようと思ってたんで、もともと裏側にこのちっちゃい穴いくつか開けてあるんですよね。切りでガーッと穴開けて、空気だけ通るようにしてあって、あとはもう普通の板そのままですけど、そこに水苔乗せていって、で真ん中ちょっとだけ、ちょっとドーナツみたいな形にして、真ん中にくぼみ作って、そこのくぼみのところに鉢で埋まってたので、もともとそれを真ん中に入れて、なるべくちょっとこう前にこう注ぎ出てくるぐらいの感じになりそうだったので、なるべく平たくしようかなと思って、平ために横から見るとこんな感じですね。平たくセットして、でそれでなるべく平らにするように、あとぐるぐるぐるっとテグスで巻いている状態です。で葉っぱなんかもこの辺の一番上の葉っぱまで成長してるんで、ちょっとずつこうダボついてきてるんですよね。それちょっとこうちょっと抑えながら、ちょっとずつ伸ばしていって、葉っぱ切らないように注意しながらと思ってやってるんですけども、で今周りの方がこれ全部水苔出てるんで、それでさっきみたいにビニールでちょっと巻いてあって、真ん中だけ空気抜けるように、この辺だけ空気抜けるように開けてあったんですけども、で、こんな感じで、作ってあります。で成長点、この真ん中のところにあるこの成長点、ここがこのテグスで巻いたテグスで埋まっちゃわないように、やることがポイントらしいんで、ちょっとその辺のところ気をつけながらやってってるんですけども、あとはもうちょっとこの状態で、どういう風になっていくのかなってことを、見ながらやっていこうと思ってるんですね。で真ん中の成長点が真ん中に来るように、で、向きはこういう向きなんですけども、これでちょっとずつこう上向きになっていって、かっこよくなっていけばいいかなと思ってますので、その辺の動画はまた追ってアップしようかなと思ってます。はい、はい、で基本的な育て方なんですけれども、このグランデは世界にある原種のうち18種類あるそうなんですけど、そのうちの1つがこのグランデっていう種類ですね。でフィリピンの原種なので、特に夏場成長するみたいです。夏場ちょっと肥料をあげるとぐんぐん成長するみたいなので、比較的成長も早いような楽しみですよね。で、ビカクシダみんなそうなんですけども、屋外の日陰程度のところ、薄日の木漏れが入るところとか、ガンガン直射日光当たってしまうと葉焼けを起こしてしまったり、ちょっと水切れ早くなったりすることもあると思うんで、屋内の日陰ぐらいのところで成長していくといいです。多分原種なんかも木に着生するんで、木漏れ日が入るようなぐらいの、大体の日光の量かなと思うんですよね。なので、屋外に日陰程度で、水やりは木に着生している植物なので、週1回ぐらいこう、フィリピンあたりだとガーッとスコールみたいな雨が降るときがあったり、乾燥するときがあったりとかっていうのがあると思うんですけども、水を与えるときにはたっぷり与えましょう。で、しっかり乾くことも忘れずにっていうことで、だいたい週1回ぐらいたっぷりあげるぐらいにしていこうと思ってます。で肥料もこれ葉っぱがどんどん広がっていって、貯水葉っていう葉っぱと放水葉っていう葉っぱ、放水葉って上に向かって伸びていくので、上からパラパラパラっと肥料も与えやすいと思うんですよね。なので、ちょっと別の動画でも紹介してるんですけども、ね、動物性の肥料、鶏糞の肥料を与えてみようかなと思ってます。そんなところで、成長記録を作っていこうと思ってますので、よろしくお願いします。ではまた。